皆様、こんにちは。こんにちはだぜ。今日はこの海外ホラーゲームを遊ぶわよ。スタティックエンド。タイトルを日本語にすると性的な終わりって感じか。スタティックには他にも変化がないとかの意味もあるわね。どんな感じの話なんだ？話はシンプルね。主人公は自分の目の前で世界が終わるのを見届けるという内容になっているわ。世界終わっちゃうの？だからこれはもう、今回の主人公は助からないわね。まあまあ、主人公がスーパーマンで世界の破滅を止めるかもしれんじゃん。それはどうかしらねえ。早速ゲームを開始してどうなるか確かめていきましょう。これが操作説明か。マウスによる視点移動ができないのと、調査モードに一回切り替えないと周囲のものを調べたりできないのが特徴ね。なるほど。ここから見ると、この世界はほぼ正常に見える。だが、外に出るのはもはや安全ではない。それに、手元に残っている弾丸は6発だけだ。ここからだとちょっと天気が悪い程度にしか見えんのに。そうね。ここって何階かしら？かなり高いところにありそう。ここは寝室か。ベッドがめちゃでかい。壁に日本語のポスターみたいなのが貼ってあったわね。スペースタイムだって。SF 系のアニメ映画みたいな感じか？英語オンリーの海外のゲームで日本語を見かけるとなんだか不思議な感じね。とりあえず部屋の外に出るか。スペースキーを押して調査モードに切り替えて、ドアを調べて開けるわよ。ここはダイニングキッチンか。寝室同様掃除は行き届いてて綺麗な部屋だ。冷蔵庫には何があるかしら。チェックするわよ。マジか。飲み物しかないじゃん。扉にあるのは牛乳で、赤っぽいラベルのやつはコカ・コーラかな。外の人類はどのくらい生き残っているのかしら。キッチンの流し台が調べられるな。もう水は流れていないのね。本気で世界の終わりが近いのかも。やべえな、あの冷蔵庫の貯蓄量じゃこの主人公だっていつまで持つかどうか。そうね、ここはバスルームみたいよ。うわ、主人公の顔怖い。めちゃくちゃ顔色が悪いわね。いつから食べ物食べてないのかしら。主人公、鏡に映っているのが自分なのか確証が持てないって言ってるじゃん。そこまで昔の自分とかけ離れた見た目になってしまったのかしら。他にも部屋はあるかな？ここの左側にも部屋があるわ。この部屋は何かな？リビングかしらね。主人公は一人暮らしっぽいけど、部屋が広くて羨ましいわ。古そうだが、パソコンも置いてあるな。テレビはかなり映像が乱れているけど、一応映ってはいるわね。テレビが渾身しとるだけなのかもだけど、不気味な映像に見える。電気はまだ通ってるっぽいから、パソコンの電源はオンにできるかしらね。夜になったせいか全然外が見えない。主人公によれば外は正常そうに見えるけど、出るのは危険なのよね。曇っているのか、月とか星とか全然見えないんだよな。一応ベランダから外に出ることはできるわね。大気汚染がやばいとか、そういうわけではないのだろうか。さて、パソコン使ってみようかしら。Twitter はできる？さすがにこの状況じゃ無理じゃね？水が出ないんだぞ。日本人だったら、おい、水が止まったんだけどとか、最後の最後までTwitterに居座りそう。それは想像がつくな。さて、PC を起動したら簡単なアクションゲームが遊べるようね。ほほん。足場から足場にジャンプで移動するタイプのやつか。これ、ゴールとかはあるの？多分ないわね。永久に続いてる。適当な時間潰しには良さそうだ。だんだん明るくなってきたわね。夜が明けたの？おいレイム、なんか周囲の壁が汚れてきてないか？あら、ほんとだ。何かしらこれ。液みたいなのが垂れてきてるの？雨漏り？でも雨なんて降ってなかったはずだぞ。あら、よく見ると部屋全体の壁が汚れているわね。天井から何かが垂れてきている感じだ。外は、あんまり変わったところはない？なんか、ビルのてっぺんに何か小さい突起みたいなものが見えるけど。何かしらただのゴミとかじゃないの？それならいいんだがな。あ、テレビが砂嵐になったわ。世界の滅亡がだんだん現実的になってきたな。主人公の本棚、これはゲームソフトをいっぱい並べてあるのかしら。もともとはゲーマーだったのかもしれんね。今は頭を使うゲームはやる気が起きないのかもだが。ねえ、玄関のとこに誰か立ってるわ。人間じゃなくて幽霊？それとも主人公の幻覚か？主人公はネガティブな感想を持っているようだけど、とりあえず銃で撃ったら撃退できるかな？何もしてこないのに、銃撃つのはちょっとかわいそうではあるけど不気味だしね。銃弾当てると普通に消えるんだな。外に出るのは危険だと言ってた通り、玄関から外に出ようとはしないわね。一体、外では何が起きているんだ？なんか壁の汚れが広がっているわね。この壁の汚れも世界の滅亡の一環なんだろうか？少し窓の外を見てみましょうか。窓って開けられるのか？ダイニングキッチンの窓は開けられるみたい。建物の壁もなんとなく黒いもので汚れている気がするわ。もしかして、この部屋の壁のシミと同じか？ほんと、なんなのかしらね、この汚れは。冷蔵庫の扉も汚れてる。さて、また少し時間が経ったわ。リビングに行ってみよう。テレビついてたりしないかしらね。うわわわ、なんだこいつ？化け物？それに、窓の外でも何かが飛んでいるわ。奥にいる雲みたいなやつはこっちを襲ってこないみたいだけど、見た目からしていかにもやばいって。一応、銃で撃退しといた方がいいのかしら。こいつ、中央に目みたいな器官があるな。主人公のこと、観察してる？こいつ、どこから入ってきた？窓とか勝手に開けて侵入したのか？銃で撃ったら、殺せなかったようではあるけど逃げていったわね。おい、窓の外やばいことになってないか？ビルの屋上にでっかい植物みたいなものが、もしかして、壁の汚れってあのビルの屋上にあるようわからん物体のせいか？そうかもね。もしかしたら主人公の住むアパートの屋上にもあれがあるのかも。バスルームも絶妙に汚れとる。洗面台とかトイレの表面も黒ずんでるわね。水道管経由でも建物を侵食してるのかな。また少し時間が経過したわね。外は真っ暗だな。なんだか、窓の表面が埃か何かに覆われているのかしら？外の景色が不鮮明ね。おいおい窓の外に何かいるって。さっき雲みたいな化け物を倒した時に外を滑空していた生き物かしら？汚れのせいか、ポスターも剥げてきとる。窓の外にあのクラゲだかエイみたいなやつが浮かんでるっぽいけど、暗くてよく見えないわね。怖いけど化け物の正体とか気になるので、時間が進んだところでもう一回来たぞ。かなりでかいわね、あいつ。動こうとしないな。この部屋の中を覗き込んでいるんだろうか。人間の顔みたいなものがついているように見えるのよね。窓を開けても入っては来ないようだな。顔に見覚えがある？もしかしてあの化け物、もともとは人間だったりするの？まさか人間はみんなあの化け物になっちまったのか？ちなみに調べてみたんだけど、あの顔のあるモンスターに向かってハンドガンで発砲することはできなかったわ。マジか、主人公の家族の慣れの果てとかじゃなければいいが。また少し時間が進んで、リビングにやってきたわ。このまま、じわじわ世界が終わるのを待つの結構きついな。あら、テレビに何か映ってる。砂嵐に目が映ってる。仲間になれっていう文章が。これってもしや、外に浮いてた化け物が送ってきているメッセージか？外からこの部屋を覗き込んでいたのも、主人公が化け物になるのを待っていた？そして、ビルの屋上の構造物みたいなやつがとんでもなく巨大になってる。成長しているって言ってたから、あれも生き物なのかしらね。地球を侵略しに来たのかな。やべえよ。あのビルの上の構造体みたいなやつの力で人間が化け物に変えられてしまったのかしらね。ちょいちょい出てきてた人影みたいなのは、一足先に化け物になった主人公の同居人の幻だったりして。考えると地獄ね。主人公は外に出る気はなさそうだし、化け物には。今なら真実が見える。あ、ちょっと主人公の体の制御が効かない。外に出るかやめとけってそれだけは。止めようとしてるのに勝手に外に出てしまうわ。おお、これは。ビルの上にあった構造体？テレビにも映っていた目が。これは、主人公も外の化け物の仲間入りをしてしまったかしら。多分な、人間をやめてしまったことは確かだと思う。ゲームはここまでのようね。動画だと何も起きていないところはカットしたりしていたんだけど、このゲーム自体の進行はゆっくりなのよね。だから本当に、じわじわ世界が終わっていくところを体験できる貴重なゲームとなっているわ。それはまた、結構な地獄だね。実はゲーム開始してすぐに主人公に自ら命を絶たせることも可能よ。今から見せるわね。マジか。ゲーム開始したら、任意のタイミングで調査モードに切り替えて銃を自分の方に向けて撃つだけね。このあたりかしら。この場合エンディングはどうなるんだ？エンディング自体はじわじわ終わりを待つ時と変わらないわ。どちらにせよ救いなんてなかったんや。そうね。世界の終わりってマジでこんな感じかもしれないなという妙な説得力があるゲームとなっていたわね。一瞬で何もわからないまま終わる可能性もあるけど、少しずつ終わる場合はこのゲームみたいな感じかもしれんね。主人公にいい感じに感情移入できて怖かったわね。すごく雰囲気の好きなゲームだわ。グラフィックが良かったよな。黒い謎の物質で徐々に汚れていくビルの大敗的な雰囲気とか、遊べて良かったわ。それじゃ、今回の実況はこんなところかな。ニコニコ動画の広告とギフトのお礼をしていくぞ。いつも応援ありがとうございます。ヒポクリットはかなりの闇深ゲームだったな。しばらく子供が怖い目や辛い目に遭うゲームは遠慮しておきたい。海外ホラーで短編、子供がメインキャラとすると大体いじめとか子供を巻き込んだ犯罪の描写が入ってきてしまうのよね。やっぱストーリーが作りやすいからなのかな。穏便にしてほしいんだぜ。穏便にすると今度は怖くなくなるかもしれないし、加減が難しそう。それは確かに。他にもコメントやいいね、高評価、フォローやチャンネル登録なども本当にありがとうね。それじゃ、次回の動画でまた会おう。バイバイ。またねー。